今日の動画は久しぶりの空想。これまで東京都の人口、鳥取県の人口、北海道の面積と再編してきましたが、唯一残っているのが面積最小県、香川県の面積ということで、47都道府県を香川県並みの面積に再編していきます。
ことがたくさんあるよ。聞いてほしいな些細なことも、愚痴だって冗談だって泣き言だって、君には全部知ってほしい。話したいことが少しでも胸の中にもし潜んでるなら、無理して言う必要もないけど、いつでも受け止めるからさ。一人で戦う姿には特別な敬意を払うけど、日陰がないと休めないだろう、見つかないと潤わないだろう。響き渡るといいな。ただのエゴイズム、情けないとこもヘタレなとこも、素直に言葉を信じれないとこも、ひねくれてねくらな性格だって嫌ほど見せてしまったけど、それでも呆れず向き合ってくれて、私の居場所ですって断言した。一言で報われるなんて、胸が締め付けられていたいな。僕の存在が君にとってこれからも居場所でありますように。大したことはできないけど、小さなことから頑張ってみるよ。今更まっすぐで愚直な愛に気づけた僕はナンセンスだ。せめてこの歌で伝えさせて、胸いっぱいに膨れ上がった気持ち。信じる力ってどこから出てくるんだろう。真意を見抜く力があれば楽に生きれるのに。囲いまとりまくるしがらみが全部僕の心を蝕むんだ。だから悲観的になれ。だけどあなたの言葉だけは宝物さ、買い難いもの。
ほら目指す場所
Kick, kick, kick.
世界は案外ちっぽけなもんで踏み出すたび違う顔を見せる誰一人として感じるものが根本の部分で異なってるんだその中で分かち合ってつなぎ合わせて生まれてくる小さな光を灯すためのランプは今か今かと街は濁りやすくて僕たちに映る景色がまるで蜃気楼のように感じてしまうよその中で見つけ出して形作ったただ一つの淡い光を灯すためのランご視聴ありがとうございましたチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローよろしくお願いします。